Space Monkeys TV。 はい、Welcome Space Monkeys TV へようこそ。今日はね、 UFO キャッチャー一発ゲット台へ、このけん玉を落とせばキノコの山製作キットをゲットだぜってところでやっていこうと思います。俺こういうの結構ね、下手すなんだよね。ちょっと不安が残りますが、1回目行きます。一発じゃね、俺の場合は絶対無理だからね。という布石ですね、一発で取っちゃうんですね。いや、やってみよう。行きますよ。行け、来い。あの穴の中にアンモン突っ込むんだ。え、何今のローティーすぎましたね。本当にガーンガーンってなっちゃったんだ。なんかでもキーポイントはあの玉の穴向いてるじゃないですか。あれにアームが引っかかったら、もしかしたらあり得るかもしれない。2回目、いきます。さあ、けん玉を釣ることはできるのか。むずいね。いくよ。穴狙いますよ、穴。いきますよ。いけ、穴狙い。うわー、回った。あれですね、左アームが結構ねじれるんで、はいはいはい、調子いいかもしれないですね、左アームでやる場合は。調子だね。逆のアーム、右アームを使った方がいいか。いきます裏返っちゃいました。そうか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 。じゃあ右アームでちょっと調整してきます、はい、脳天いきましょう。脳天いくよ。脳天からだけ割り、いい感じいい感じ。やった。アイアム3タイム K1 チャンピオン。ちょっと違う。はい、こんな形でキノコの山を作ろう製作キットもらいましたので、こちらも動画にしていきたいと思います。以上、スペースモンキーズ TV でした。 Twitter のフォローとチャンネル登録よろしく。あんなやってるそれなんかもう名物になっちゃったじゃない。イグスチェケモリだ。